とうとう来たね、シュル君。君はどうしたの、シュル君。楽しみにしているよ、君が選び取る道を。そして道を選んだ後にまた会おう。クラウスさん、この世界のことまだ諦めてる？今はお前たちに出会えてよかったと思っている。そっか、なら俺の答えと同じだね。ありがとう、俺たちを産んでくれて。私は再び君に向き合えるだろうか、ガラテア。実に見苦しいよ、アルファ。僕は世界を守るため古きものを消去する。それなのに君は僕の邪魔をする。こんな古き人々を駆り立てて。僕は両親だ。両親？トリニティプロセッサーとは思えないセリフだね。それこそ思えないセリフだな、アルファ。あの人は俺たちに未来を託した。己が過ちを正すためその両親に従って。その両親すら間違いだと気づかない。戦略の応酬だよ。所詮は古き人、やはり新たな未来にとっては不要だな。なるほど、あんな世界にもなるわけだ。お前のような奴がいる限り何も変わりはしない。古き人や世界を切り捨て旅立とうとな。理解不能だよ、マッシュ。振り返って戻って新しい道を見つけて、その積み重ねが本当の未来だって。抜け殻の機械野郎に言ってもそりゃ分かんねえよな。僕が抜け殻だと？こっちにある。命のない機械はただの抜け殻だろうが。行くぞマシュ、ここで決着をつけるぞ。やります。 N より100倍簡単に倒せましたね。これで終わるとは思わんが。つもりか。見抜いたらマッシュの口に残るわずかな葛藤を。過去を捨てろ、断ち切るんだマッシュ。やだ、お前たちが何をした。何もしてはいない、ただ未来に向かって歩こうとしただけだ。なのに古き人はそれを良しとしなかった。本当は気づいているんだろう、ここが居場所じゃないって。やめろ。なぜ犠牲になろうとする、踏み台になろうとする。古きものを断ち切らない限り人に未来はない。古きもの頼んだぞマッシュ。やることが終わらせるわけにいくかよ。
俺は勘違いするな。俺は今に生きる者。この剣に悔いはない。だろうと思ったぜ。だから俺は行くわけにはいかねえんだ。よう、マッシュ。もういいよな。うん、なら一緒に掴もうぜ、本当の未来を。ごめんね。気にすんな。 N、 あんたには言いたいことが山ほどあるけど、この瞬間目的が一緒ってのは悪かね。だよな。つうわけだ、アルファさんとやら、そんなに行きたきゃ一人で行きやがれ。ここは俺たちの世界だ。残念だよマッシュ、旅立ちの日を共に祝えないとはね。まあいい、打ち捨てることにするよ。古き者、古き命、古き思いを。勝てないだろうこれ。なんかモナドに似た剣がずっと画面を越えて僕の額に刺さっている感じがします。おお、ちょっ、危ねえ。1位、何これ、もう全滅寸前。でもこれでオーバーキルいける気が。あ、まだだ。あれ、終わった。これでもまだ倒れないのか。フランスの爺さん、そんな置き土産だぜ。せめて二人がいてくれてりゃ。マッシュ、拳を掲げろ。何？この力を、お前のその対の剣に。あの光は、まさか。打ちつけろ、クロボロスの力を解放する。一
口うるせえ。命令するんじゃねえ。うらマッシュ、これで未来は不確定になった。後悔はないのかい？このような選択をして君に後悔は。後悔なんて、いつもしてら。だから進めるんだよ、俺たちは。じゃあな、アルファ。さてと、最後の一仕事かな。ああ、そうだな。おい、アルファは、この僕はよりしろなんだ。君たち世界のね、アルファが君たちを求めたように、この世界もまた僕を求める。よりしろって、それが消えたんだ。誰かが支えなきゃなんねえだろ。こうしているうちにも消滅現象は進んでいる。少しでも長く支えなきゃな。その時までね。ちょっと待って、誰かって、その時までって。まあ、そういうこった。ダメだよ。犠牲になるなんてダメだ。犠牲じゃない、支えさ。どこが違うっていうの？大違いだ。カギロイ、お前たちがこの世界を変えてくれさえすれば、全ては元に戻る。できなかったらどうするの？私の命、そんなに長くない。だったら誰かだ。誰かに思いを託せばいい。そうして進んできたんだ、俺たちは。わずかだけど贈り物はできる。僕とレックスの命を君たちに託そう。そうすればみんなと同じ程度には生きられる。なすべき時間は稼げる。でも、おっと、勘違いするなよ。ちょっと休むだけさ。大丈夫だ。俺たちは
また会える。師匠、先生。ルール違反だぞ、二人とも。堅苦しいこと言うなよ。あいつらだったら喜んで協力してくれるはずだぜ。確かに。まあその権利はあるか。いいだろう、見なかったことにするよ。すまないね、アルビース。あとは君たち次第だ。僕たちがよりしろとなることで Z はその力を増すだろう。今回のこともオリジンに関することもおぼろな記憶となっていく。それでもここにある思いは受け継がれ、いつの日にかまた集う。明日なのか千の先なのか、だけど必ずその時は来る。僕にはそれが見える。託したぜ、俺たちの未来。待ってるよ、遥か時の彼方で。本当は見えていたんじゃないか、こうなることが。そしてこれからのことも。僕に見えるのは流れの道だけだよ。希望は続いている、それだけは確かさ。さてと、続きでもするか。そんな力は残っているまい。あんたもな。メビウスは変わらない、何一つ。これから先も永遠の今を守ろうとするだろう。あんたもか。当然だ。ならここからだな。叶わなかったらどうする。お前たちの命は短い。さっきの話聞いてなかったのか。だったらそれをやるのは誰かだ。案外
あんた自身かもな。入れろって言ったのリコじゃないか。言ってないもん。ニコルの聞き間違いも。あんたたちまたやってるの？またって必要だろ。ウロボロスストーンのパワーアップ、あとちょっとなんだ。この前蓄積されたデータを発動光子の波にうまく乗せることができれば、完成すればあの時の力がいつでも出せるってやつ。そう、発動光子の容量が限られるから、同時に得られる人数はそれほど多くはないだろうけど。ふん。あ、そんなことより間に合わなくなるよ、見送り。あ、そうだった、やばいやばい。気をつけてね。本当に一人で大丈夫？なーに、むしろ気楽でいいさ。強がり言っちゃって。マシュ、これまでいろいろありがとう。おう、お前らもありがとうな。それと留守の間シティを頼んだぜ。ナイル、ニコル、カキロイ、パナセア、リンカ、あとリクもな。ついてかよ、もう。仲間を見つけたらまた戻ってくる。行ってらっしゃい。お、さてと、世界再生の第一歩だ。魔衆バンダム、行ってくるぜ。魔衆バンダム、神ゲーにも程があるだろう。今までやってきたゲームのダウンロードコンテンツ史上屈指やね、これ完全に神ゲー。あ、ちょっと待って、後ろ泣かれてるよ。もう見よう、静かに見よう。What could be on the other side? Oh, can't you see how much I feel the same as you? It seems we just need to let it all go free.
I see you by the door. So just walk through, don't take too long. Cause everything you've said, you'll find it there. In a future,素晴らしすぎるやろ。何回も言いますけど、これまでシリーズをやってきてこんなご褒美あっていいの？でも正直完全無欠の超大作ですね。もうちょっと陳腐な言葉になりますが、もうゼノブレイド神ゲー、ゼノブレイド2神ゲー、ゼノブレイド3神ゲー、マジで本当にこれとてつもない体験ですよ今僕。これしてる。間違いなく。あのね、皆さんね、お友達とかお知り合いに、ちょっとゼノブレイド初代から、このゼノブレイド3のダウンロードコンテンツまでを、なんとかして進めてみましょう。ほんととてつもない体験をした僕は、心の底からこのゼノブレイドシリーズやってきてよかったなと、本当に思える。もう一回言いますけど、完全無欠の超大作だった。いやー。楽しすぎた。マジで楽しすぎた。やばかった。もう一回やるか。はい。というわけで、一旦僕の実況はここまでです。ゼノブレードシリーズ、もしかしたらね、ワン、ツー、スリーと僕の実況見てくれた方いるかもしれません。本当にありがとうございました。いや、すごいよね。これ本当にね。はい。それでは、また、どこかでお会いしましょう。ありがとうございました。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。失礼します。セナでした。いろんな想像ができるし、目指す目標もできると思うんだ。そうね、そうだよね。モナド、いや、アルビースがさ、別れ際に言ったことを覚えてる？ええ、もちろん。シュル君、新しく生まれる世界が無限の広がりを持っている。そこには君たちだけじゃない、さまざまな生命が芽吹くだろう。僕には見える。その世界で全ての生命が共に手を取り合い、未来に向けて歩んでいく姿が。僕さ、いつか会ってみたいと思うんだ。この広い世界に生きる人たちと。私も会えるよね、きっと。うん、会えるさ。未来を目指して歩いていけば必ず。